はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。じゃりん。ニュースエクスポというですねニュースの最新アルバムを聴かせていただきながら思うままにお話をしていく動画今日で12345曲目になりました。今日はですねディファレントリーブスリーブスでいいですねこれはね。はい。毎、まあ、回毎ちょっと怪しいなと思ってるんですけど。で、この楽曲は、えー、少し前に 歌番組で披露ししてましたよね何の歌番組か忘れてしまってるんですけど、えー、でもそこであれか思い出したぞカウントダウン TV ですよねきっとじゃなかったそんな気がしますよですごいキーが高いので後ろっ側に今回のね初回版 A にも入ってますけど、えー、もし 自分たちが、ニュースの3人が、えー、違う職業を選んでたらっていう動画を加藤君がカメラで、えー、監督さんで撮ったというのが後ろに流れながらそうそうカウントダウン TV だわ歌ってて私はそれを見ながら解説を1回させていただいたんですけどめちゃくちゃ高いと驚いたあの曲がこの後7トラック目に入ってるということなので早速聞いてみましょうか Different Leaves 待って待って待って、ちょっと待って再生するんじゃなくて歌詞を出したかったんよ。だコピペをしたかったんですけど、だから先にやっとけばっていつも思うでしょ、皆さん。私も今そう思いながらやってるんですよ。そしたら取り直せばとも思うじゃないですか。私も今同じこと思ってるんですよ。でも、もう一回話し始めちゃったし、なんか二回目ってちょっと私の中で嘘みたいになっちゃうんですよ。ね、初めて聞きますとか言って、まあ、初めてこれから聞くは聞くんですけど。 なんかね1回目に撮ってると皆さんが思ってくれてるのに実はテイク2でしたとかって嫌じゃないですか私だけのルールかもしれないですけどだから今歌詞を出しましたそれでは改めまして7トラック目に入っております「ディファレント多分リーブスいきましょう再生ポン「いつだよって」 人は夢を見てきたうん柔らかいこの定めもう加藤君高音柔らかいね誰かの夢の中苦しまつ楽な道を選んでいるいいねマスター君の声の響ききっと幸せだった高か傷跡は 数え切きないほどうわいキットいク僕らはアンダートイカードンチュ e ーバーおしったこれが高いのよ脳が失敗と嫉妬するような奇跡がライナー描いたシナリオ beside o、うん 暑い,い,いな。えない月させい。この世界に生きてる証なりあり。ありかま、これが難しい。あな,ないさたか。高っ僕らのエヴァラスティングソーリー、うん。この2個ずつのメロディ難しいというのを、ね、カウントダウンティミュートも言いましたけど、2番入ってる。んーきー。うんの発音、加藤君いいよ。 欲しい日々今日も張り切って柔らかく出すね高音最初の七々ロイにはいいね下から上がってくるマスター君のうわいそうぞ柔らかい揺らぎ消えた神経のビファルライゼうわすごいマスター君気持ち入ってるああからきれいああダイの切り替え

なりふりかまわないそばまくらないバーラスティンストーリーなってた坂東くん儚くたってひまくれてまち下の小山くん聞いてます輝きは絶えないだ気高く生きてこのリズム難しい行こういい坂東くんのごとり マイストーリーわー、マスター君か,けがかっこいいノの出し方あーうわー、裏声で柔らかく出したよ。スタッグ、顔の命が奏れる。ミュージック、目の前いいね、M。ミュージック、M。顔伸びてるマスター君のロングトーンに、ケータバークラワーメインが入ってきて。どう信じられる 失敗、と嫉妬するような奇跡がなな。I know, 描いたシナリオ動き出せ。主人公をまた二個ずつ突き刺せ。この世界に生きている証しなり、リフリー、カンマー、ワンアをサバイ 祈り届きますようにうわこれはあのこの間ねテレビで歌われてるのも見ましたけれどもこれ改めてやっぱ楽曲で聴いた時にいやー高いし難しいですよこのね何度も言いましたけど「テレ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 」テレ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 ってこう2個ずつ取るっていうのはやっぱりね何でもそうなんですけどこう手前から。 階段があって、わーっと上がっていったりね、音取ったりする方が絶対取りやすいんですけど。毎回、てーでー、てーでー、てーでーって、こうもう。二個ずつがね、点々としてますから。一回一回、その正しい音に当てては、また戻ってきて、また当ててって感じになっちゃう。メロディーが繋がってたら、下の方から、だらららららららーって、こう高音に行くのに。ま取、あ、りやすいんですけど。で、そのもともと取りにくい二個ずつ。 べっになってるとかね、バラバラに動いているこのニコニコチームの後半音がとんでもなく高くなるだーだーこれね「カウントダウン t v 見た時に私もちょっと鍵盤で後から調べてみたらやっぱ上の「ドレミオソラッシド」の「レ」の音が多分出てると思うんですよね。だーだーっていうのが、 男性と女性でキーのね差がある程度まあ実はあるんですけどでも男性の一番高い音ドレミア・ソラシドラまで出たらすごい高い人って言われる時代がすごい長かったですで最近はもうねラのシャープシでシの上が今度ドで次ドのシャープでレですよねでここが女性のこの音が出たら高いような基準になったりするのでやっぱり男性と A シャープ B あじゃあラのシャープシドレ 5個ぐらい男性女性のキーが違って女性の方が当然高いと言われてきたんですけど今の楽曲に出てるダーダーの音はこっちの女性の、ね、一番上のレまでいっちゃってるからもうなんですかね男性女性音域崩壊ですよねこれは。今の時代はねもう本当男性女性で区切るものではもうないんですけどでも体の構造上やっぱりね普通に歌ったら男性の一番高い音は女性の高い 一番高い音の地声と5個ぐらい差があるはずなんだけども今のこの楽曲の中ではダーンダーンの音がこの MISIA スーパーフライの一番高いとこぐらいまでいっちゃってるしそれを増田くん加藤くん小山くん小山くんもその音言ってると思うんですけどみんなでさびてね歌う時にが触ってるというだけでもすごいんですよ。私正直今一緒にこうね 聴きながらなぞりながら一応「どこ聴いてますよ」うでなんとなくこうメロディー取ってますけど私が無理ですもんこの上の「レ」の音がこんな頻繁にサビで出てきたら毎回きっちり当てられる自信は正直ないですね。え当てろよって話なんですけどでもねそれぐらいやっぱり高いしえその音にやっぱ「ターターって一気に飛んでいってますのでいやなかなか難易度高いでそれをしかも3人で同時に歌ってる。 のにレコーディング音源とはいえやっぱり結構綺麗にまとまってるのでやっぱり歌い回しのこうスキルというのはすごいなというのと同時に、えー、やっぱりこの曲もですねすごいそんだけキーが高いのに加藤くんなんかを聴いてるとすごく高尾という時に柔らかく柔らかく出そうっていう印象がすごい強いんですよね。これは1個前のチューイングガムの時もそうだったと思うんですけど。 多分アルバム全体で見た時に最初エンターテインメントそしてストレンジャー来てえー1回このインタールードというのが入ってそこの最初の2曲で強くわーっと盛り上げる曲やった後今はエイリアンチューインググムそして今日ディファレントリーブスと3曲来てますけどこの辺のゾーンとしてはどちらかというとこう強くドンっていうよりかはじっくり聴いてもらいたい曲ゾーンというかねそういう感じなんじゃないかなとだからこそえ歌ってるときにね まあ、聞いてくださいというか後ろ側の伴奏も少しおとなしくなった中でボーカル3人の声で聞かせようという楽曲なので後ろのね例えばドラムとかベースとかギターの音が大きかったりロックとかだったらいいんですよ。ドーンとかドーンとかド,ーン,とかドーンって言ってる中でうわーって叫んで出せるっていうバランスがいい時はいいんですけど今みたいな楽曲は後ろ側の楽器の人たちもそんなにドンと強く叩いてるわけでもないのでボーカルがしっかりこう前に。 声が聞こえてくるるようにするのにすのバンドの人も優しく叩い優しく叩いてるとかそんな目いっぱいバーンと叩かないでいるそれを受けて、ね、ニュースの3人も本当にだからね強く張りすぎないように柔らかく柔らかく歌ってるっていうのがすごい特徴的ですし何度も言うようですけどもすごい高い音が出てくる時には空気の量いっぱい使って強く当てる方が一番出しやすいのに今言ったみたいにあえて柔らかくでもその高い音ああ 手に出しに行くという非常に難しいことをですね。サビの中で何回もやってで、そのサビが何回も繰り返されるという。いや、これはねコードですよ。本当にちゃんと歌おうと思ったら大変ですけど、3人はもう。ただ。ただメロディリズムも取れるのはもう当たり前。そこにその気持ちが乗っかってきてますから、余計にこうやって聴いてる側にこう響いてくる。熱さみたいなものがありますよね。もうテクニックとかを超えた。その歌ってる時の気持ちというか。 えー、それがねもう端っ端に声のどりだから別に誰というわけじゃないですけどもあんまりこうね楽曲の気持ちを届けようとか、えー、この世界観をみんなに知ってもらいたいとかっていうことじゃなくて「私うまいですよね歌」っていうことだけにこうフューチャーしたというか標準合わせた歌い方するような人もねプロの中にも何人もいらっしゃしいますけど。 やっぱそういう人たちってなかなかこうバーンって売れていかないんですよねなんとなく聞いてる側がやっぱそういうのが分かってしまうというかうんそれに対してニュースの3人っていうのはもう真逆で俺ら上手いですよねとかじゃなくてこの今回のディファレントリーブスという曲であればこの曲の内容をしっかり皆さんに届けたいとで届けていくときに後ろの伴奏の,の こうね、音量とか弾き方歌い方のバランスでちょっと高めも柔らかく歌いましょうでもこんなに高い音が出てくるから頑張って当てましょうっていういや難しいことを本当にやられてると思いますけれども非常に聴き応えのある、えー、楽曲だったと思いますし後半のねサビ歌ってるみんながところにダーッと増田君のこう上のフェイクのロングトーンが聞こえてくるなんかいうのもすごいかっこいい楽曲の展開してると思いますのでうーんお見事だったと思います。 えー、アルバムの中の真ん中辺りにねこういう壮大な曲が1曲入ってるというのも非常にかっこいいですよね。ということで、えー、今回も思うままにお話をさせていただきまして続きはまた明日以降ということで皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。